中曽根首相は終戦記念日の8月15日東京九段の靖国神社に戦後の歴代首相として初めて公式参拝をしました。安倍外相をはじめ閣僚も公人の資格で参拝。首相は拝殿で記帳した後本殿に上がり一礼しただけで参拝を終えました。中曽根首相は内閣総理大臣としての資格において参拝をいたしました。これは公式参拝でしょうか、私的参拝でしょうか。もちろんいわゆる公式参拝です。この国民の大多数は公式参拝を圧倒的に支持していただいていると確信しております。中曽根内閣による初の靖国公式参拝は内外に大きな反響を呼び、今後も論議が強まる気配です。